工業とは、電気機械工業のうち、電子機器を製造、生産する工業のことである。電子工学を技術の基本にする。日本の基幹産業の一つであり、国内最大の製造業である。電子工業における、電子機器とは、主に以下を指す。産業用電子機器民生用電子、機器電子部品日本やアメリカ合衆国などは、電子工業が特に発達した国である。 日本において電子工業は第二次世界大戦後に急速な発展を遂げた。日本の電子工学における技術は世界でも高い水準にある。現在、日本で最大の製造業が電子工業であり、技術が急速に革新している。電子工業は全製造業の13%の製造品出荷額、12%の 従業員を占める日本の基幹産業の一つであり、技術力の観点でも世界最先端である。しかし、DVD プレイヤー、d r a m などの電子機器、電子デバイス分野では、日本の企業が利益の獲得に苦戦する現状がある。経常利益率の推移を自動車産業や全製造業平均と比較すると、1990年代以降、電子工業は、 相対的に低水準で推移している。また、日本のエレクトロニクス IT 企業は世界の主要プレイヤーと比較して営業利益率で大きな差がある。営業利益率を2005年度から2008年度の平均で見ると、世界の主要プレイヤーは IBM、Microsoft、Intel、Cisco Systems と軒並み2桁台の営業利益率であるのに対し、日本の主要プレイヤーは 日立、ソニー、東芝、NTT データ、富士通といった水準である。足元では日本が競争力を有していたはずの電子部材分野でも韓国、中国税に追い上げられている。1990年代からの推移を見ると東アジアにおける日本からの中間材輸入の割合は1990年の約30%から2007年には 約10%へと大幅に低下しており、代わりにアセアン、中国が東アジアへの中間材輸出国、地域としての存在感を高めている。最近でもこの傾向は強まっており、例えば iPod の部材では日本製品の割合が高かったのに対し iPad になると割合が低下している。1997年の生産口は26兆251億円。 輸出は13兆6774億円であった。AAB 昇項目時点、百科辞典マイペディア、日本大百科全書、ブリタニカ国際大百科辞典。電子工業とは、コトバンク、2021年3月31日閲覧、電子工業、電子工業、て時点、学研キッズネット、2021年3月31日閲覧、 ABCD エレクトロニクス IT 産業経済産業省ありがとうございます。